オルダニー鉄道はオルダニー島にある鉄道である。東鉄道はガンジー大管管かつくの唯一の鉄道であり、かつチャンネル諸島において唯一稼働している鉄道である。オルダニー鉄道は1847年に開業しており、ブレーロードからマネスクオーリー及び東大までの大部分が海岸沿いのルートである。約2マイルを走行している。東鉄道は ボランティアによって運転されており、通常は夏季の週末及び法定休日の間に運行されている。東鉄道は1840年代に英国政府によって敷設され、1847年に開業した。当初の目的は防波堤及びビクトリア町の取を建設するために島の東端から石を運搬することであった。オルダニー島にビクトリア城び アルバート王子による3回の王室訪問があった。1854年8月8日の最初の訪問では、淡水車に馬が描かれた、東鉄道に王室夫妻が乗車している。プレーロード駅で停車する地下鉄車両現在の車両は、旧ロンドン地下鉄1959系地下鉄、車両1044及び1045、バルカンドルーリー0から4から0ディーゼル機関車。 1> d 1 0号機、エリザベス・ラストンホーンズビー0から4から0、ディーゼル、モリーニ及び6両のウィッカムの車両である。モリーにが旧ロンドン地下鉄車両を牽引するためには、連結機システムの変更が必要であるが、まだオルダニー鉄道会社の正式な所有物となっていないために未変更である。1923年に、この会社がナンバーワン及び、 ナンバー2の機関車と一緒に鉄道を引き継いでいる。ナンバーワンは、イングランドに戻り、マニングワードールセールから6から 0ST、ニトロと置き換えられた。ナンバー2及び、ニトロは、ドイツ人によって挑発されており、1943年、または1944年に、シェルブールに出荷されたと思われる。 ドイツ人は標準ゲージ路線の一部を持ち上げ、それをメーターゲージ路線に置き換えており、2両のフェルトバーン、0から4から0ディーゼル機関車によって稼働していた。1947から1949年に、等路線が標準ゲージに復元されており、以下の車両が使用されている。ありがとうございます。